柔道第一試合の66キログラム級警視庁小寺選手対長野県警察早田選手の試合は警視庁小寺選手の勝ちとなり準決勝進出が決まりました。このままのショーカーボールに変えた不動隊で練習ボコボコにされたい。第1試合場の審判の先生方については、第1試合場に集合方になります。